ウェストランドアスプヘリコプターに搭載されたニンバスブリストルシドレーニンバスは後にロールスロイスニンバスとして知られるイギリスのターボシャフトエンジンである。1950年代末にチュルボメカトゥルモからブラックバーンエアクラフトによってライセンス開発された。ウェストランドスカウトとウェストランドアスプヘリコプターで使用された。 ニンバスは二段式のタービンで駆動される三段式圧縮機とアニラ型燃焼機を備えたガス発生機区画と単段式出力タービンの出力を二段式減速機を介して駆動される出力軸で構成されるターボシャフトエンジンであるスカウトとワスプの主回転翼の駆動は全部のギアボックスから出力を取り出して伸縮継ぎ手を介して ガス発生機の下から伝達され後部のギアボックスからビ部回転翼を駆動する。燃料供給システムは全ての運転条件下で誤作動せずに安全に運転するように設計され、操縦士は回転翼の速度を設定すれば自動的に回転翼の速度は適正な負荷の範囲内に維持される。潤滑装置は旧木口の筐体とともに内部に潤滑油タンクが備えられる。 エンジンとヘリコプターの放棄は、吸気口の筐体上のギアボックス上に設置される。ニンバスエンジンの主な派生型は、マーク103、503とマーク105、502の2形式である。マーク103、503は、全体的にマーク105、502と以前、強風下で戦場に着艦するために105、502は、シングルキャリパーユニットを備えるのに対して二重。 キャリパーディスクブレーキを備えること以外は似ている。ニンバスマーク105一般的特性構成要素、性能出点、フライトグローバルアーカイブ&、ありがとうございます。